はい、皆さんこんにちは、カエルです。ケロケロケロ、僕が、使っているですね、動画を撮るソフトにカエル顔になるという、効果エフェクトがありまして、それを使っております。ですね、こんな声になったわけじゃないですけどね、というのは今日はですね、今回は10音によるカエルの合唱っていうのをやってみようと思います。明るいカエルの合唱&暗いカエルの合唱というやつです。そんなわけでちょっとカエル顔はこんぐらいにしておきましょう。はい、というわけで、10音によるカエルの合唱、明るいカエルの合唱&暗いカエルの合唱というのをやってみましょう。明るいというのはですね、メジャー、長調ですね。暗いっていうのはマイナー、短調ですね。こういうですね、長調と短調のスケール、メジャーとマイナーのスケール、音階を使うことによって、イメージ、聞いた時の感じがですね、暗くなったり明るくなったりっていうのが、まあ、音楽の場合あるわけですよね。例えば、このプリントの一番上に C メジャーのカエルの合唱の音階っていうのがあります。こうですね、聞き覚えのあるですね、僕らの慣れ親しんだカエルの合唱のメロディーです。つまりこれは C メジャーであれば、蝶々の音階、 C メジャースケールで、演奏された、カエルの合唱のメロディーっていうのがあります。その下に C マイナーのカエルの合唱の音階っていうのがありますね。こんな感じですね。明るく元気にですね、合唱してたカエルの合唱がですね、急になんか、暗い悲しいものになってしまいましたね。カエルに何があったんでしょうか。どうじゃ、カエルのがですね、恋人に振られたかなんかして悲しくなっちゃったんでしょうか。いずれにしてもですね、まあ、こんな感じで、要するにメジャーとマイナーっていうのはですね、その下の楽譜、五線譜を見てみれば分かりますけれど、上の方の楽譜についてはですね、 C メジャーの、 波長調の、 スケールですから、何もついてませんけれど、その下の、マイナーに関してはですね、フラットが3つもついてますね。これが C マイナーの、五線譜になりますけれど、このフラットがつくところ、つまり、C ですか、 C と、ミとそれからラですよね。ここのところは半音下がる。例えばミが半音下がる、最初のって言ってたのがこのでこのミの音が半音下がりますから、ここになりますね。こんな感じで、この譜面に沿っていけばですね、なんていうんですかね、蝶々明るく元気だったのがですね、急に暗い感じになっていくという感じになりますね。とりあえずですね、コードなんかも同じことが言えてですね、例えば、この同じ C のコード、これはドとミとソ、ドミソのワードですね。この例えばさっき、フラットがついてるところですね、例えばこのドから3度上、まあミの音ですね、これをフラットをつけるとこの音になりますね。2のフラットですね。ここを、コードの音に混ぜるとですね、こんな感じですよね。ドと、それからこの2のフラット、それからソ、で、またド。急にこの明るい、調子がですね、暗い感じになりますね。これが C。で、そしてこれが C マイナーのスケール、コードになりますね。こんなわけで、なんていうんですかね、まあ、例えばそのルート音からの3度上が半音下がるとマイナーになるとかね、まあ、そういう、ルールみたいなものでね、蝶々が短調になったり、するわけです。
前置きはだいぶ長くなりましたけれど、カエルの合唱、10音によるカエルの合唱ちょっとやってみましょう。まあ明るいカエル、暗いカエルってあるのはつまりメジャーからマイナーに転調して、そしてまた、マイナーからメジャーに戻ってみたいなことをちょっと10音でやってみようということです。最初はですね、1弦3それと3弦の4、この1弦と3弦による10音で、これは作ってます。そして左手についてはですね、この1弦と3、1弦が3、3弦が4、この場合は人差し指と中指のコンビネーション、そしてその次の1弦5、3弦5、この場合は薬指と中指、このコンビネーション左手ですね。そして、次が77ですから薬指と中指、そして次が89ですから人差し指と、中指、結局ですね、この人差し指と中指のコンビネーションか、薬指と中指のコンビネーション、この使い分けていくっていうのがですね、10音を弾くときの、一つのスムーズに、そのなんていうかな、移動できる、一つのコツになります。例えばですね、これ僕なんかこの1弦3と4、これはなんとなくですね、こう斜めに来てますからね、こういうふうに斜めになってますからね、フレットをまたいでるというのかな、だからこの斜めパターンに関しては人差し指と中指、そして、この、5-5 の場合はですね、平行になってます、フレットとね、平行パターンは薬指と中指、こんな感じですね、なんとなく平行と斜めと平行、斜めと平行、斜め、平行、こんな感じで、こうなんとなくこう意識してやればですね、指が全然練習を重ねていけば指がだんだん覚えていくっていう感じ、スムーズに、いくかなと思いますけどね。そして、また、楽譜に戻ります。でこの4弦の開放が入ってます、つまり開放打って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 、こんな感じで、全部開放が入ってますね。あ、ちなみに右手に関してはですね、3弦と4弦は親指にして、そして、まあ、1弦に関しては僕は中指で弾いてます。1弦をこの人差し指でやっても構いません。だからこう打って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 、これが1、2小節、ゆっくりやりましたけど、こんな感じで左手がこうコンビネーションが変わっていくっていうところをですね、練習してですね、指が覚えるようにしてください。そして、次が今度は77からですね、ここはだから平行パターンですね、平行パターンだから、薬指と中指のパターンになります。そして斜めパターン、そして次が平行パターン、あ、ごめんなさい、平行パターンで斜めパターン、斜めパターン、平行パターン、斜め、斜め、平行、こんな感じですね。だから3、4小節目、1座目の3、4小節目は、こんな感じになりますね。まあ、12フレットジョイント、僕のウクレレもそうですけれど、12フレットでここでボディがくっついている場合ですね、この12-12なんてね、ちょっとこう、なんてきつい感じがしますけど、まあ頑張って、まあここは平行なんでね、頑張ってください。そして、1段目が、そんな感じで終わりました。1段目、ちょっとゆっくりやってみましょうか。ですね、こうなりますね。まあ2段目のところ、まあ、この
きたら次のね、77からですね、1弦7、3弦7から平行パターンですね。ここのとこスタッカートですね、短くやった方がいいかなと思います。そして、2段目の最後のところに単音のこういうのがありますね。こういうこのフレーズ、なんとなく、物悲しい感じがすると思いますが、これだから C マイナーのマイナースケールになりますね。まあソから始まりますけど、その次がそのフラットですね。さっきその C マイナーのですね五線譜を見たらですね、そのところにですねフラットがかかってましたよね。ここがだからフラットになって、そのフラットになって、ソに戻って、今度はラのフラットね、やっぱりフラットがかかってますラに。で、ソ、今度は、ファですね。こんな感じで、ここのところが、つまり、Cマイナーのスケール、マイナースケールになって悲しくなったってことですね。まあ、これはつまり3段目からですね、Cマイナー、マイナーの10音で、回の合唱をやるんで、その何ですかね、これから悲しくなるよっていうね、なんか、元気だった明るいカエルだったのがですね、何かがあってですね、何があったんでしょうか、わかりませんが、悲しいことがあってですね、悲しくなりますよっていう導入みたいなところですね。それで C マイナーになります。3段目ですね。3段目は、マイナーですから、こういうね1弦3、3弦の3からスタートします。これマイナーの、10音になりますけどね、まあ、これ平行パターンなんで、さっきも言ったように平行パターンは、薬指と中指のコンビネーション、そしてまたこういう風に4弦の開放をします。そして次が55、今度は67、今度は斜めパターンですから、人差し指と中指のコンビネーション、そして今度は88ですね。今度はまた平行パターンで、またこういう感じでやりますね。こんな感じになります。そして、1弦6と3弦7、斜めパターンですね。人差し指と中指、そして88、平行パターン、中指と、薬指と中指、そして今度は10と、10、これも平行パターンですね。その次が11、12、こうですね。だからここのところ、こうなりますね。まあ、ちょっとまたここですね、11、12、ここですね。ここのところ、やっぱりこのね12フレットでこうボディが14フレットの人は楽なんですけどね、12フレットのところはここギチ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 なんですが、まあ、頑張ってですね、でやるといいかなと思います。そして10、10、10、10、平行パターンで88で67、こうなりますね。そして、次がまた33、1弦3、3弦の3に戻って、またこう4弦の開放がように、ここのところ、ここのところもスタッカートですね。そして、4段目の最後ですけど、こういうフレーズが出てきます。まあ、これはですね、聞いてお分かりのようにですね、ちょっと明るい感じがしますね。最初、蝶々明るい感じで出て、何かあってですね、カエルの家族にですね、多分ですね、お父さんかなんか、なんか事故で亡くなったりして、子供たちが嘆き悲しんでるとかね、そういうところがあったんですけどね、ここでね、なんかお父さんが急に復活してですね、生き返ってるんですね。で、子供たちもなんか急に元気になっちゃってね、明るくなっちゃった、なんか明るくなるきっかけの、ところ、ここは、メジャーのスケールになりますけど、これを打ってもらって、また、頭の最初のっていうかですね、マイナーからメジャーに戻るって感じですね。最初にやったこれに戻りますね。で、
くていいですね。こんな感じですね。で、まあ最後はここのところ、たたきとたきとたたっとっとっていうところをもう一回繰り返して、そして最後に C を打ちます。まあこんな感じでした。はい、そんなわけで、G 音によるカエルの合唱、明るいカエルの合唱、暗いカエルの合唱、マイナーとメジャー、メジャーとマイナーをこうね転調していくっていうところですね。それを G 音による練習をしてみました。まあそのね G 音の時の指使い、この斜めパターン、それから平行パターン、指を変えて人差し指と中指、薬指と中指 でこう変えていくということですね。これを慣れていくためには、練習ですね、指が覚えるって感じですね。まあ、こんな感じで、10音によるカエルの合唱、マイナーメジャーパターンですね、練習してみましょう。そんなわけで、カエルでした。よろしく、ケロリンパ。